2020年早稲田の文法の解説をしていきます。過去問10年分から見える分析です。気になるようであればポーズで止めてください。はい。まあ比較的問題としては優しいですかね。まあ文学部とか教育学部を併願する人が多いと思うんですが、お、え、そ、ー、らくそこら辺が第一志望の人にとってはですね、少し優しく感じられると思います。 はい、2020年の大問ごとのまとめです。例年通り時代横断でテーマ誌で大問4つという感じになります。で早稲田の日本史生語問題をどう攻略するかですけどポイントはですね、地名の語文ですね、これを見つける意識っていうのが大事です。明らかに誤ってる、しかも内容としては教科書の基礎レベルの内容ですね、ですからこれを見落とさないことが大事です。 でそのためにはですね、時期の判断、それから内容の判断、この2つをですね、分けてやることが大事で、まず時期判断ですね。だから最初に時期判断、次に内容判断をする。分けた方がいいです。一緒にやると忘れたりする可能性がありますので、はい、時期判断と内容判断の具体的な中身については、まあ、ご覧ください。 はい、もう一つはですね、保留する勇気を持つっていうことですね、これは本番を想定した場合に非常に重要になります。というのはですね、次第の入試問題は、受験生が整後判断できない選択肢、要は知らんよ、こんなんっていうのが入ってるんですね。で、そういう選択肢にぶつかったときに、整後判断をしないっていうことが大事なんですね。ですから、判断しないわけですから、保留するってことですね。 はい、で特に語文選択の場合例えば誤ってるものを1つ選べっていう場合はですねその選択肢が判断できなかったとしても他に明らかな誤り字名の語文ですねこれがあればそれが答えになるわけですよですから慌てないことですはいはいどうせこの後に字名の語文があるんでしょっていうような意識を持って選択肢を見ていく。で 分からないものは保留すするっていう意識が大事です分からないからって動揺しないことこれが大事になりますで、早稲田の日本史の生語問題で難しいのがこのケースなんですよ自名の成分を選択する場合で、どういう場合かっていうとまず正しいものを選べで、その際に正しいものを選べってことは 他の選択肢、例えば4つあったら4つが全部5分であるっていうことを見極めていかなきゃいけないわけですね。ところがそういった場合にこの選択肢が入ってくる受験生が正誤判断できないものが入っている場合どうなるかっていうと残りの4つのうちですね例えば1つがこれ正しいか合ってるか分かんねえなってなるわけですね。 でそうなっちゃうと、例えば答えが2つとかになる可能性があるわけですよ。自分としてはこれ正しいなって思う選択肢と、いや、これ正誤判断できないなっていう選択肢が1個あると、答えの方法が2つあるっていうことになるわけじゃないですか。つまり、保留法が通用しないってことなんですね。で、ただ、早稲田の場合、こういうケースのパターンの場合はね、 のの成分っていいうのを選んでいくことにななるんでですす明らかな成分ですねでここが難しいんですよ。予備校講師もですね、正誤問題解くときは、基本的にこの選択肢のここが間違ってるっていうのを一個一個弾いていくんですね。で、最後に残った、あ、絵が成分だみたいな形で答え出すんですよ。ところが、早稲田の場合は、それが通用しない問題っていうのが結構あるんですね。 で受験生は多分これが一番難しいと思います。で、ただ、大学側も多分配慮はしていると思うんです。この地面の成分を思い切ってえいって選ぶ場合はですね、ややその成分の難易度が低いんです。教科書の基礎的な知識を使って文章を作ってたりするんですね。なので、まあ、このケースの場合は保留法は通用しないんですね。使えないんです。ですが、まあ、 あが明らかに成分だから、これが答えなんだろうなっていう形で答えるケースがあります。ここがまあ1つ壮大日本史の正誤問題におけるポイントになります。はい、それでは具体的に全問解説していきます。大問1の問いの1です。問題としてはですね。弥生時代に大陸から伝えられた新しい文化や技術に該当しないものを2つ選ぶですね。まず該当しないものです。まあ、だからパツですかね。 で、二つ選んでくださいと。早稲田の文法はこれがあるんですね。で、問題見ると、弥生時代とありますから、弥生時代以外を選べばいいってことになりますね。ですから、時期判断です。ですから、歴史用語見ながら時代を言えるかどうかってことになります。まあ、いいと思うんですね。縦穴住居は縄文時代。 で、末期ですから古墳時代の中期、5世紀です。トライ人がもた,らさもたらした新しい土器の作り方ということになります。時期判断で回答可能というような問題です。はい、用語技術の問題です。空欄 A に該当する言葉ということですけどね、直前にトライ人の技術者集団ってありますから、ま部、あ、しであるっていうのは分かると思うんですね。 で、絹織物の生産に十字ですから、西小部っていうのは分かると思います。錦の字ね、金編ですから、漢字気をつけてください。問いの3ですね、栃木県と茨城県の鬼怒川沿いの地域で生産される絹織物の名称を記述しなさいってことですね。でヒントとして、まあ、こういうふうに入ってるんですけど、おそらくこれ受験生はほとんどできないと思います。で答えは有機紬です。 まあ、地元に住んでる人だったらできるのかなっていう感じはしますけど、ちょっとこのね、ユネスコの無形文化遺産に指定っていうのだけだとちょっとヒントは厳しいですね。なので、まあ、できなくてよい問題ですかね。はい。気にしなくていいと思います。はい。問いの4です。河川武士とは何かを選択する問題です。で、これね、まず読めるかどうかって話になるんですよ。これが。で、足絹って読むんです、これ。で、読めれば、まあ、 私ギヌだから、あ、まあ、絹かな、みたいな形で、他の選択肢に絹織物を指すような言葉って、絵の絵像認識ぐらいしかないですから、まあ、なんとなく想像がついて、おうかな、みたいな感じになると思うんですけど、まあそうですね、これは難しいですね。できなくていいと思います。はい。問いののです。下線部 D の説明文として、誤っているものを1つ選んでくださいと。誤っているもの、1つです。 下線部 D は15世紀の日朝貿易ですね。15世紀って出てますね。こういうのね、意外とヒントになったりしますんで、ちょっと頭の片隅に置いておきましょう。選択肢の「う」です。富山湖など3つの方に限定された公易港には和漢が置かれたが、日本人の居離は認められなかった、えっと。内容判断でまず見てみると、こうですね。これ良さそうですよね。 次和これも置かれてますよね。散歩に。でそうすると、用語の置き換えはないなと。じゃあ次は、意味の逆転ですね。散歩に限定交易は。これも OK ですね。じゃあここですね。日本人の居留は認められなかったのかって言った時に、じゃあ例外を考えてみればいいんですけど。 でここでね、こうやって15世紀って意識しとくと、当然これね、次の16世紀も日朝貿易やってるわけですよ。だんだん衰退に向かいますけど。っていうところで、あそういえばなんか三歩の乱とかあったのってなるんですよ。で、三歩の乱って、和漢にいた日本人が自分たちの待遇に不満で起こしてるんで、そうすると、これは、 意味の逆転ですよ、ね、あおかしいだってなるんですよ。でこれね15世紀っていうところを意識しとくとちょっとねいろいろ考えをうーんって巡らせた時にやっぱこういうふうにつながってくるんですよ。でこれね単に日朝貿易だと結構つらいと思うんですよ。なのでこういうね時期を示す言葉ってヒントにもなりますんで、まあ、そこら辺をね今後 意識してください。問いの6です。河川部 E に該当しないものを2つ選ぶ。該当しない。2つ。河川部 E は木綿を使用した地域の特産物です。木綿です。で正解はと O ですね、できなくてもいいかなっていう気はします。特に文校が第一志望の人はできなくてもいいかな。で、まず E なんですけど、縮みは朝です。 でこれはで選べたいですね。選びたいです。はい。でただ、これが分かんなくても、これ誤りであることはすぐ分かるんですよ。なんでかというと、えまあ比較的寒いでしょう。ありえないんですよ。木綿って温暖な気候で育つんで。これは覚えておいてほしいかな。商品作物っていったときに、やっぱり木綿がやっぱり一番大事ですから、よく入試にも出てますしね。 もう一つ、木綿って金皮ですね。これを大量に必要とするんですよ。干し花とか油かすですかね。だから、非常に生産するのに労力が必要だし、結構ね、繊細な作物なんですね。はいで、尾なんですけど、まあ、この晒しが高級麻織物って っていいううのを、まあ、知っているかどうかどですね文校が第一志望だったら、いらないかなっていう気がするんですけど、文学部とか教育学部受けるんだったら、選べてほしいかなっていう気はします。はい。問いの7です。用語記述問題。西人の特権的な折り合 織物を織ることができる、まあ、機械ってことですかね。まあ、名称を書けということなんで、まあ、これは多分いいと思います。はい。高畑が正解ということですね。はい。問いの8です。空欄 B に当てはまる地名を選択するということですね。絹などの話が出てますんで、そして空欄の直前に、光付けの国、 で、西人の技術が伝わりですから、まあ、こうなりますね。で、そうすると、まあ、気流っていうのは選択問題ですし、これは大丈夫だと思います。問いの9です。明治中期に国産力食器を発明。まあ、もうここで答えが出そうですね。豊田さきち吉ということです。問いの10。空欄シーンに当てはまる地名を選ぶですね。ちょっと難しいですね。 空欄シーンの直後に、成獣ってあるんですよ。まずもうこれの意味がわかんなかったら答えられないですよね。成獣というのは、毛織物を生産することです。で、日本は比較的温暖なんで、え、毛織物とかって思うかもしれませんが、毛織物はですね、軍服などの生産。軍服って丈夫じゃないといけないんですから。で、 その成獣書として、千、ま、獣、あ、ですね。まあ、これはちょっと難しいですね。まあ、できなくても問題ないと思います。はい。第問2にいきます。問いの1です。河川米に関連して述べた文のうち、誤っているものを2つ選ぶ。誤っているもの。2つですで。選択肢吟味すると、まず歴史用語を見てみると、大体石棺政治の 歴史法が載っているようです。そうすると時期判断、時期ずれはないですから、内容判断っていう観点で選択肢をそれぞれ見ていけばいいですね。答え、あといなんですけど、あ、アンナの辺で源の三中が失脚した。まあ、この場合は用語の組み合わせですよね。こういう組み合わせ。で、明らかに誤りなのはいいと思います。失脚したのは左大臣の源の隆明ですと。と以下内容も大丈夫だと思います。い、 五一条天皇、五須作天皇、五三条の三天皇は藤原道長の外孫だった。で、こういう文章ね、こういう言葉あるじゃないですか、この外孫って言葉。で、これをね、自分の知ってる言葉に置き換えるっていうのが大事で、よく使うのはこの外籍って言葉じゃないですか。で、例えばこういう言葉に置き換えてみると、まあこういうことですよね。三天皇の外籍、正確には外祖父ですかね。孫って言ってますから。 道長がおじいちゃんだよよっっって言ってるって言るですよねで。そうやって見てみるとこの3人ですよね正直五一条五須作とかって言われるとちょっとうって思う人いるかもしれませんね特に五須作なんかうって思う人いると思うんです五一条は娘の意思が嫁い出ますからねっていうのがあるんですけどでけどね五三条です陰性開始のところで必ず学習するかなり基本的な天皇ですねこの人、 大丈夫だと思うんです。藤原を外籍としないっていうのはね。で、そしたら外籍じゃないんですから、外損なわけないですよね。これも教科書のここの部分ですよね。基本的な知識で解けるようになってるんです。で、ポイントはここでしたよね。外損っていうなんかちょっとあまり聞き慣れない表現がどういう意味なのかなっていう。で、自分のよく使う言葉に置き換えてみるっていう感じですかね。 はい、問いの2です。空欄 A に該当する語を用語記述しなさいということですけどね、2つ目の空欄 A の前後ちょっと見てみるとですね、会議って書いてあるんですよ。だまず会議です。で、行われた場所からなんちゃら定めなどと呼ばれる。で、まあ、定めってあるんで、 石棺政治期ですから、そうすると、まあ、陣の定めっていうのは、早期できると思うんですね。で、そうすると、まあ、答えとしては、人という。漢字一文字入れればいいんですかね。人の定めはですね、次第だと結構入信出てます。でそれから、論述問題なんかでも結構取り上げられてますね。重要国政を審議する。まあ、重要国政っていうと、図領の人事とか、 外交財政を審議するための会議ですね。教科書には結構きっちり書いてあったりします。で、人っていうのはこれ何かっていうと、この F のですね、まあ、区業がなんか待機してる場所のことを陣っていうんですよ。で、このこの F の陣で開催された、まあ、ちょっと広めの空間なんですよね。待機する場なんで。っていうことで、陣の定めって名前がついていうふうに理解してくれるといいかなと思います。問いの3です。 河川部 B に初めて任命された人物を選びなさい。河川部 B はね、連署です。ですので、連署に最初に就任した人物で、まあ、これは基本的な知識ってことになりますけど、北条時房なので、答えはうということですね。で、こういう問題が出てきたときに、早稲田とか上位の大学を合格する学力をつけるためにはですね、ちゃんと形図見ときたいですね。 形図を見て、例えばこういう北条時房と義時の関係、兄弟ですとか、で、連勝に最初に任命したのは泰時ですよね、任命したのはね。で、いやじゃあ泰時との関係を見ると、おじさんですとか、こういうのをね、ちゃんと形図、教科書に載ってる形図でいいので、きちんと確認をしておきましょう。 でこういうのを怠るとですね、他の問題が出た時に対応できなくなりますんで、いいですかこういう、なんか、あ、簡単、解時房じゃんって終わらせないで、経図を見る。いいですね。過去問演習で学力を上げることが大切ですからね。さて、と時なんですけど、他にどんな問題が出るかっていうとですね、上級の欄の時に、泰時と一緒に東海道を上洛してます。 で、京都に攻め込んでます。爆風の、まあ、対象としてっていう感じですかね。で、よく出るのが、この上級のラ乱の通りにですね。六柄短大って設置されるんですけど、六柄短大ってですね。北方と南方ってあるんですね。で、このうち北方の方が上位なんですよ。で、北方は後に三代、主権なる安時がなってます。で、一方、時草が。 まあ、それの補佐役みたいな感じで、南方になっている。まあ、ここもきちんとですね、総計レベルであれば押さえておきたいかなという感じになります。問いの4です。空欄 B に該当する語句を漢字に字で記述しなさいという趣旨の問題です。空欄の前後を見てみると、創尊が発達って書いてありますね。まあ、こういうふうにテーマがありって、で、神社の祭祀組織ですから、まあ、これで大丈夫だと思いますね。地域の神社の祭祀を 司さる曹操の組織を入れればいいわけですから、宮、ま、座、あ、という、まあ、基本国が正解ということになります。河川節に関連して述べた文のうち、正しいものを2つ選ぶという問いの5番です。正しいものを2つ選んでください。河川節は都市でも有力商人を中心として自治的な運営が見られたっていうところですね。 で正しいものを選べなんですけど、基本的には語文探しでいきます。あ、博多の商人は細川氏と結んでいた。これ語文ですよね。博多の商人は細川じゃないですよね。細川は堺です。これはもう基本的な内容ですねで。博多の商人と結んでいたのは大内ですね。まあ、博多に近いのが大内ですからね。まあ、これでわかると思います。 次、イです。博多はガスパル・ビレラによってベヌシスに例えられた。博多とベニス。どうもこれおかしいですね。ベニスに例えられたのは堺です。はい。用語の置き換えですね。これも基本的な知識かなと。え、博多の合唱として今井早急などが知られる。 ちょっと難しいかな。今井早急。教科書には載ってますけどね、これが博多の合商なのかどうかと。えっ、ー、と、実際には堺の商人なんで、用語の置き換えっていう感じになります。で、この問題の場合、絵の正語判断ですね。これがポイントになります。今井早急っていう合商を知ってれば、全部語文ですから、 正解はととってすぐたどり着けると思うんです、ね、す今井早急をもう知らないとなると、絵は保留しますので、いいですよね。判断したらダメです。できないものを判断すると、これ間違いのもとになりますので、保留ってことになります。で、そうすると、あと、いは、自明の語文ですから、うとおを正しいかどうか見なきゃいけないんですよ。 で、うは、博多は年行事の合議で市政が運営された。これ、はっきりと地名の成分です。これ難しくないです。それから、オ、博多は日民貿易の根拠地として繁栄した。で、博多っていうのは基本的に日層貿易の時代からも反繁栄してますので、まあ、これ日民貿易の根拠地として繁栄したことも容易に想像がつくと思うんですね。なので、こういう感じなんですよね。うとおの難易度。 自明の成分なんで、まあ、絵の正誤判断できなくても解けるでしょって。これが早稲田の正誤問題ですね。ただ、総計のレベルってことを考えるとね、今井早急が堺の合唱っていうのは、これは押さえておいた方がいいですね。他の学部とかだとできないとこれ、差はついてしまいます。なので、 まあ、早稲田の文法を、ね、練習で例えば解いているとかっていう人は、この問題で間違えて知識を増やしておいてください。はい。だこういうふうにですね、過去問で間違えて知識を補うっていう、これも受験前日まで必ず頑張ってやってください。問いの6です。江戸幕府の植生に関して述べた文のうち、正しいものを2つ選ぶと。正しいものです。2つ。 江江戸戸幕府ですから江戸時代で。まず選択肢見てみると選択肢の中に江戸時代に関係ない歴史を語は存在しませんなので純粋に内容判断問題になります選択肢の「あ」最高職の大老が常置されていた大老が最高色、まあ、これは良さそうです常置されていたがこれまずいですね間違ってます基本的には緊急事態に置かれますんで はい、意味が逆さまになってますね。はい、選択肢の「い」。老中は10万石以上の普代大,大名からの1000人と規定された。老中は普代大,大名から選ばれる。これは良さそうですね。10万石以上。ここが問題ですよね。で、これ間違ってるんです。結論から言うと。2万5000石以上なんですね。ところがですね、これ知らなくていいです。 わせだで何度か出てます。で、こういうのを早稲田対策だとかって言って覚える必要はないです。覚えなくても解けるようになってます。選択肢のうです。表情書での合議は、老中と若年寄りによって行われた。表情書に参加していたのは、老中、若年寄り。あ、これダメですね。若年寄り。参加してるケースもあるんですけど、基本表情書の合議って、 老中と三奉行なんです、ねまあ、ですので、これ、用語が置き換わってるっていうことになります。で、この問題なんですけど、まず、あと、う。これは地名の語文です。これは、もし語文判断できなかったら、きちんと復習した方がいいです。江戸幕府の植生とか、きっちり見といた方がいいですね。教科書に表も載ってますんで。で、い、e、はね、これ、正語判断難しいので、 保留して全然いいですでじゃあそうすると選択肢の絵となんですけど目付は若年寄りの支配下にあったこれ結構ね品質なんですよ次第でというのは大目付と目付っていてまずこれ違いがちゃんと分かってるかどうかって結構聞かれるんですよでそれからこの江戸幕府の植生のポイントはね 一つは、はい、誰の管轄下にありましたかってこれなんですよ。で、大目付と目付は混同されやすいので、これ覚えておかないといけないんですよ。大目付は老中、目付は若年寄りですっていう。なので、この問題は、自明の成分です。これが自明の成分だった っていうふうに分からないようだと、ちょっとやっぱり江戸幕府の植生、勉強足りないかなっていう感じになります。でちなみに、江戸幕府の植生でもう一つポイントになるのが、例えばね、はい、若年寄りって誰がなるんですかみたいな。不代大名ですか旗本ですかっていう。これ、大名なんですね、なるの。で、このあたりがポイントになります。 誰の支配下にありましたかというのともう一つは誰がなるんですかで結構ポイントになります例えば大目付が誰を監視するのか大名です目付が監視する対象はなのでこの江戸幕府の植生に関するポイントが分かっていればこの選択肢「A っていうのは成分だっていうのは分かります 続いて、王です。京都書次第は、朝廷を監視した。これ、地名の成分ですよね。これ、そんなに難しくないと思うんですよ。朝廷を監視。だから、成分です。つまり、えと王が地名の成分なんですよ。なので、正しいものを選べます、ね。えと王って。だから、い。これで動揺しないこと。それから、覚えなくていいです。老中が10万石以上じゃなくて、2万5千石なんだ。早稲田で何度か出てます。けど、 出てててるからといいいいっっ覚えなななきゃいけないってわけじゃけけわじんですねでここら辺は、まあ、予備校講師のそれぞれの判断ということになりますけど僕は基本的に用語はそんなに覚えなくていいっていうタイプなので、まあ、僕の考えに賛同してくれる人はです、ねまあ、この選択肢で動揺しないでえとが地名の成分だっていう形で解いていくっていう、まあ、そのスタイルを身につけてもらえばいいかなと思います。問い空欄 C に該当す。るる職名を技術する これは空欄 C の直後でわかるかな柳沢義康とか真鍋昭久ですから、蕎麦容人が正解ということになります。問いの8です。空欄 D に該当する職名を記述するということですね。これもそんなに難しくないかな空欄 D の前後に、総裁議場なんちゃらの3職が置かれてあるので、まあ3要が入るのはわかるかなはい、大丈夫だと思います。 問いの9です。河川部位に関連した出来事を起きた順に並べ正しいものを選ぶということですね。文法で毎年1台出る並び替え問題ですね。1番、集会条例が定められた。2番、国会開設の直由が出された。3番、国会規制同盟が結成された。でまず選択肢全部見るとです、ね、これ全部集会条例、国会開設の直由、国 国会規制同盟であ、民権運動だなぁみたいなまずテーマがわかりますよねそしたらね民権運動ってさ時期で大きく4つに分かれると思うんですよ私族民権合農民権あとは激化事件で大同団結運動とかってあると思うんですけどいずれもこれ合農民権の選択肢ですね これやっぱ早稲田だなっていう感じはしますよね。これ、次第の一般レベルとかだと、例えばここが新聞紙条例になってたりするわけですよ、1番がね、例えば。で、そうしたら簡単ですよね。1番と2番。1番が新聞紙条例だったら、士族民権だし、2番合納民権ですから、そしたらもう1、2の順だっていうのは自明なんだけど、全部合納民権ですと。かなり時期が狭い、幅が狭い中での並び替え問題ということになります。 で、幅が狭いとね、西暦年が必要だなとかっていう風によく指導する人もいるんですけど、これ、西暦年いらないんですね。というより、これ、西暦年解けないんですよ。1番の集会条例ってね、1880年なんですよ。で、3番の国会規制同盟もね、1880年なんですよ。だから、これね、じゃあ、西暦年月日の月日も覚えるのかっていう感じになるんですけど、そうじゃないんですよ、そもそも問題自体が。因果関係で考えてみるんです。 政令記念で判断するっていうのはね、ありますよ、早稲田とかだと。けどね、最後の手段ぐらいに思っておいた方がいいです。例えば、まず、この国会規制同盟っていうのが結成されて、自由民権と盛り上がるわけですよね。早く国会を開設する時期を決定しろとかって言ってね。で、なので政府は、しょうがねえなっていう形で弾圧するわけですよね。集会条例で弾圧する。で、合同民権は、 結論から言うと、最終的にこの国会開設の直意が出されるっていうのがポイントですよね。結局、国会開設の時期が決まると。なので、この順ですよね。3番で盛り上がった。1番で弾圧しました。2番が結局出されました。で、西暦年にしちゃうとね、集会条例八十年四月。国会規制同盟八十年三月。 まあだからこれ、え、じゃあ月で判断するのまあそしたらね、こんなもんね、覚えるも際限なく増えてしまうんですよね。なので、出来事同士の因果関係。因果関係で、原因と結果っていう関係だったら、原因の方が先に来ますからね。この場合は3番が先に来ますよ、ということですね。はい。問いの10です。 次の文、XYZ の正語の組み合わせのうち、正しいものを選ぶと。XYZ3 つの文章の正語の組み合わせ。まあ、これはもう正しいものを選ぶって感じなのはいいと思うんですね。センター試験でよく出てたやつですけどね。X です。貴族員は衆議院に優越した権限を持っていた。これはいいと思うんですね。基本的には両者は対等ですと。だから、貴族員が優越しているっていうのはしてないですと。意味の逆転です。 ただし、衆議院が予算選議権、予算案を先に審議しますよっていう権限は持っています。ただ、貴族員も予算をちゃんと審議して、OK しないと予算案は成立しないです。だからその意味では基本的に対等ですと。次、議会が予算を否決しても、政府は前年度予算を新年度予算として実施できた。ちょっと細かいですけどね。 成分です、はいまあ、知っっててるかかどうかっていうい感じになりますただしこれあんまり意味ないんですよねなんでかっていうと、前年度の予算ってことは、予算が拡大できないってことですから、明治政府ってこう、軍拡をやりたいとか、植産工業をやりたいっていう、そういう政権ですから、軍拡ができない、つまり予算案を拡大できないと意味ないんですよ。なので、この規定は一回も結局使われたことはないです。はい Z、文部官の任命は議会の権限ではなかった。えー、文部官の任命は天皇体験です。ですから、天皇が任命します。なので、議会の権限がではないというのは成分ですね。はい。それでは、大門さんにいきます。問いの1です。空欄 A に入る島の名前を答えなさいという問題ですね。 でヒントは、まず中国の辞書に書かれている1機国の位置に否定。まあ、これ知ってるかどうかってことですね。2番、問いや言による襲撃を受けた。まあ、これで多分、九州かなみたいな。言による襲撃を受けるって場合、九州の北部に来てますからね。九州の北部かなっていう。まあ、この原稿から それが読み取れるんじゃないですかね。で、三つ目がですね、江戸時代には平戸藩が支配した。で、この平戸藩、平戸って言葉ですよね。まあ、これでも九州北部ってわかるじゃないですか。長崎ですからね。で、創計レベルの学力ってことになると、一から1と特定してもいいです。けど、 一番番多分,分かりやすすいいのは3番だと思います九州北部にあってで平戸藩が支配ってことはこれ対馬じゃないんですよなんでかっていうと対馬は対馬藩ですからってなると九州の北部にある島でまあ皆さんがある程度知っててっていうことになるとまあ息しかないよねっていうだからこの3番が非常に大きなヒントですね で平戸藩って言われたときに、あ、対馬じゃないなっていう、ここが分かるかどうかですね。問いの2です。河川部 A に関する文のうち、正しいものを選ぶということですね。正しいもの。一つです。宇田天皇ですね、河川部 A は。ってことは、これまず時期ずれ見てみましょう。宇田天皇じゃない。 宇田天皇平安前期の最後の天皇ですから例えばこれが平安中期の天皇じゃないかなとか例えばそういう視点で見てみましょうそうするとね選択肢の「い」藤原時平による残言を信じ菅原三真を左遷した宇田天皇ってね菅原三真可愛がってるんですよだからこれ絶対違いますね左遷したのは醍醐天皇です正体の変ですね ですから、いは語文ですね。え、演技の地と呼ばれる天皇神聖を行った、演技っていう言語は、これすぐ、醍醐天皇って分からなきゃだめです。ですから、これも誤りですね。だから、いと言えはいずれも語文ですね。で、うだじゃなくて、醍醐ですよ。と基本的に、こういう天皇が聞かれた場合って、違う天皇なんじゃないかなっていう、時期ずれを見るといいですね。 はい、で宇田天皇は演技の地じゃなくて官票の地という呼ばれています。まあ、これは総計レベルだったら押さえておいていいかもしれませんで。続いて内容判断で見ていくんですけど、あです、外籍の藤原元常に擁されて即位した。これ誤りです、宇田天皇と藤原元常の間に外籍関係はありませんが、 もし分からなかったら保留しましょう。三角です。で、お。子孫が兵士を称した。これはもう明らかな語文なの分かると思うんですね。官武兵士ですから、まあ、宇田天皇の子孫ってことは考えにくいですよね。で、そうすると、残る選択肢が「う」ってことになります。「う」は読んでみると、橘弘美が起草し、藤原元常に出した。 直所を撤回したこれ、アコウの分岐に関する基本的な内容ですよね。なので、ウが地名の成分なんです。アコウの分岐ってやっぱ基礎的な知識ですから。でね、わかると思うんですけど、あってこれ結構判断するの難しいと思うんですよ。けど、そういう場合は、やっぱりね、成分が優しいんですよ。なので、 これ覚える必要ないですよ。宇田天皇と元妻の間に外籍関係があるのかとか、これは覚える必要ないです。いらないです。はい、むしろ、うがちゃんと成分と判断できたかどうかを確認してください。問いのさん、河線部 B に関連して述べた文のうち、誤っているものを選ぶ。一つ選ぶです。誤っているもの。下線部 B は太宰の第二ですね。で、これに関連して、 大体、太宰府の話が出てますね。で、う。藤原住友は太宰府を襲撃しようとしたが、果たせなかった。太宰府を襲撃できなかった。っつってるわけですね。で、藤原の住友って、太宰府実際に襲撃してるんですよ。これ結構よく出るんですよ。で、ここの太宰府書かせたりするんです。なので、意味が逆さまになってるなと、と、まあ、いうところで、うが誤りということで、 正解とということになりクーラン B に該当する人物を記述しなさいということで問いの4番です。で、クーラン B の直後を見てみると、金沢文庫を設けたとあるので、金沢文庫の創設者を答えればいいですね。なので、まあ、これは文化史の基本的な知識でしょうか。北条実時、もしくは金沢実時、これが正解になります。問いの5です。 河川節の人物と同じ時期に生きた人物なとして誤っているものを選ぶということですね。河川節は鶴や南北です。まず、この同じ時期っていう、時期って言われてますんで、鶴や南北の時期っていうのをまず特定しないといけません。で、次第レベルであっても、まず基本は時期って言われたら、時代、文化、世紀です。 鶴屋南北っていうと文化史で出てきますね。家政文化期。時代で言うと江戸時代後期で19世紀です。ってことはこの問題を置き換えると家政文化期に該当しない人物を選べっていうことになります。じゃあ選択肢を吟味してみましょう。あの谷文鳥なんですけどこれ家政文化期でいいですよね。これはもう間違いないです。 イの大黒谷広大は、ラクスマンがネムロに来航した時に漂流民として送り返された人物です。ラクスマンがネムロに来たのが1792年。ってことは、おそらくその後何年かは生きたでしょうから、そうすると、まあ、おそらく19世紀にはかかってるだろうなと推測できるんで、まあこの二人は火星文化期と判断できるでしょう。 次に、酒井一なんですけど、うです。これ判断多分受験生難しいと思います。なので、わからないものは判断しちゃダメです。いいですね。なので、うはわかりません。三角です。保留しましょう。で、選択肢の絵、太宰春代は元禄期の人物です。で、これが正解なんですね。ところがね、選択肢の方を見ると、 大月卓なんですよこの人、法暦天明期に出てくる蘭学者です。で、そうするとね、ありゃみたいな感じになるんですよね。化星文化期を選ぶはずなんですよ。鶴や南北と同じ時期ですから。なのに、あれ、絵は元禄文化で、王の大月玄卓は法暦天明期と、ありゃりゃってなるんですよ。でもし、この問題のね、ちょっと良くないところは、それに気づかなかったらね、絵をパッと正解に選んで終わり っていう話になるんですねしかもこれ正解なんで、まあ、それで解けちゃうんですけど、これ逆にちゃんと尾まで吟味した人はですね、ありゃみたいな感じになるんですよ。え、とでどっちだみたいな。でね、実はね、この問題ってね、さっき言ったパッとえって選べちゃうっていうところは良くないんだけど、実はこれね、結構いい問題なんですよ。というのは、太宰春代ってね、王宮そ来の弟子なんですよ。で、 大月玄卓はですね、前の良卓と杉田玄白の弟子なんです。これは多分、いいと思うんですよ。で、前の良卓と杉田玄白はですね、法暦天明期なんですよ。蘭、まあ、学者ですから。で、そうすると、法暦天明期に活躍した人物の弟子ってことは、次の火星文化期も活躍してる可能性あるんですよ。ところが、 荻生奏来元禄文化で活躍した人の弟子ですから太宰春代はでそうするとねこれね19世紀にはかからないそういう判断でああ太宰春代だなってなるんですよでこの問題が何がいいかっていうと学者の系譜ですね荻生奏来と太宰春代の関係ちゃんとわかってますかとか 前の両沢と杉田玄白。これもまあ指定関係ですよね。まあ学者ではないですけど。で、このね、系譜っていうのが教科書に載ってるんですよ。で、これちゃんと見てますかっていう問題なんですね。で、それから分かると思うんですけど、時期判断ですね。で、結局、文化区分とかが分かってれば、結局解けるんですよ。ただし、 江戸の文化区分選択肢の文化区分だけじゃなくて、その人のお師匠さんの文化区分、いいですね。なので、歴史用語を見たら、文化区分が言えるとか、時代区分が言えるっていうのは、もう総計レベルだでは、ね、これ、基本なんですよ。で、ここの力を養ったほうがいいです。 妙な歴史用語を増やすよりは、磁気判断の力っていうのを磨いておいた方がですね、こういう問題にも対応できます。はい。問いの6です。クーラン C に該当する人物を記述しなさいということですね。クーラン C の直前に、日本外資の調査ってありますんで、もうここから答えるしかないですね。知ってるか知らないかです。正解は第34です。で 文化構想学部だったらまあできなくてもいいかなって感じですね。ここが第一志望っていうんだったら。ただ、文学部とか教育学部とか弊害で受けるで、そっちの方が第一志望ですっていう人は、できるようにしといてください。第3与。ですから、まあ、ここで間違えて覚えればいいです。で、この日本返しってね、結構幕末に人気になってるんですよ。で、武士の清水を記,ず記してるんですけど、まあ、なんかね、結構面白いんですよ。これ読むとね、結構独特な歴史観で、へーみたいな感じなんですよ。 でね、ただね、まあ、歴史書としてははっきり言うとね、ちょっとその嘘なんじゃない、この内容っていうのは結構入ってるんですけど、まあ、だから小説風ですね、まあ、歴史物語、ただそのダイナミックな表現が結構人気になったと、まあ、いうことですね。来三葉の息子がね、来三木三郎とかって言って、安政の大国で死刑になってるんですよ。まあ、っていうのもたまに早稲田出たりするんですけど、まあ日本外史で来三葉っていうのを。 早稲田の、まあそうですね、上位学部とか受けるんだったら、押さえておいてくださいっていう感じになりますかね。はい。問いの7です。下線部 D の人物と作品として、正しいものを選んでください。正しいものです。歌川国吉。ちょっと、んって感じですよね。知ってる人はいると思うんですけど、知らなくても、まあいいかなって感じですね。で、そうすると、選択肢をまず作品名見てみて、あのね、 朝日小人島遊びこれ多分ほとんど受験生知らないと思うんですよなのでまずこれは保留で「い」「高見泉石像」これいけると思うんです渡辺崋山です教科書に写真も出てます「う」「神奈川沖浪浦」これもいいと思うんですね「富岳三十六景」の一つですね葛飾北斎です「え」「雪松図屏風」 これ、丸山王挙ですね。京都の丸山王挙の代表作です。で、お、三世大谷鬼子のヤッ江戸兵ずい随分名前、長いですけどね。で、これはね、名前を覚えてなくてもいいんですけど、これ写真見てるかどうかなんですよ。これ教科書に掲載されてるんですね。で、これ、大首絵で役者描いてるんですよ。で、けどね、その役者であるっていうのは、この三世、一応これ三世って読むんですけど、三代目。 役者って何代目の市川團十郎とかあるじゃないですか。その何代目っていうので、これ、は役者かなって気づけると思うんですよ。で、役者ってってなると、基本的には18世紀後半の方になるんですよ。法歴天命期ですよね。で、そうなると、東秀債、写楽かなって推測が可能ですよね。なので、そうすると、いいからおうが全部違うなってなる。 でそうすると、よくわかんない「あ」が実は正解でしたっていう、まあ、そういう問題ですね。で、この問題は、早稲田の教授たちは、教科書に載ってるから大丈夫でしょうって、多分感じなんですよ。この E からを教科書の掲載の図版から出してる。もちろんあの選択肢ですから、図版は出てないんですけどね、これ図版出しちゃうと簡単なんですよ。おこれ大久びですから、山川の小説日本史載ってますんで、見てください。 明らかに役者の絵ですだから、わざと写真は出さなかったんですよ。けど、普段から教科書に載ってる写真をちゃんと見る、資料集っていうよりも、まずは教科書に載ってる図版はきちんとチェックしておく、で、作品名と作者が言えるっていう形にしておけば、解けた問題です。なので、差がつく問題だと思いますけど、できないといけないと思います。というのがちです。 クーーランディに該当すする人物を記述しなさいといととうことですねヒントは、最初の総選挙で衆議院議員となった。で、無血中の陳列状と批判し、辞職したってあるんで、ここですね、この無血中の陳列状と批判し、辞職したって、これね、よーくわせたら出るんですよ。難易度高いですよ。 けど、早稲田ってこれはもうかなり何度も出てるんで、これはまあ早稲田対策ですかね。なので、この無血中の陳列状、この根性なしめみたいな形でやめちゃうんですよ。アルコール中毒でまっすぐ歩けませんとかって言って、理由つけてやめちゃうんですけど、これで中江町民だっていうのは、早稲田レベルでは正解したい問題なんで、間違えた人は良かったですね、この過去問演習して、ここで覚えておけばね、本番で出ても大丈夫ですからっていう、そういう問題です。 問いの9です。河川部位の人物の外務大臣時代の実績を述べた文として、正しいものを2つ選んでくださいと。正しいもの、2つ選ぶ。河川部位の人物は青木修造です。で、外務大臣時代とかって言ってますんで、選択肢見ていくときは、別の人物の記述があるんじゃないかな、みたいな形で見ていくといいんじゃないでしょうか。そうすると、選択肢の「あ」。 関税自主権の回復。これを条件として内地雑居を許すことに反対した。で、青木修造は基本領事裁判権の撤廃です。なので、まずこの関税自主権って出てくる時点で、んって感じですねう。関税自主権の回復が領事裁判権撤廃よりも先決である。これもおかしいですね。こっちよりも、こっちの方が優先ですから。なので、いずれも。 五分ですね続いて A です日英同盟を締結した日英同盟の締結は桂太郎 ① 内閣外務大臣は小村寿太郎です時期が全然違いますのでこれも違うかなっていう感じですねですから正解は E と O っていう形ですね 他の選択肢が地名の語文なので、まあ、選びやすいと思います。問いの10です。河川部 F に関する文として、誤っているものを1つ選ぶということですね。河川部 F に関する文として、誤っているもの。1つです。河川部 F は尾崎幸雄です。で、選択肢の A。県政の神様と呼ばれた。これ、地名の成分でいいと思うんですね。でそれから E。 ワイン内閣で、文部大臣となったでこの後、共和演説で辞めますからね。っていうことなんで、あと、いは、自明の成分なんですね。ところがね、う、立憲同士会に参加した。まあ、これが答えなんですよ。5分なんです。参加した事実はないんですけど、これね、選べないんですよ、受験生。わかんないですよね。で、多分、この問題の意図としてはですね、立憲同士会って、 第一次五権運動の時にできるんですけど、その第一次五権運動の時ね、尾崎って立憲政友会じゃないですか。で、カツラを批判してるわけですよ。まあ、だから、参加してないんじゃないかなっていう推測で答えられるでしょ的な、多分そういう意図だと思うんですよ。ただ、これ、わかんないですよね、そんなことはね。なので、まあ、これを保留します。で、次の A です。 東京市長を務めた。これもね、できないと思うんですよ。絵の正誤判断、受験生無理で、クエスチョンですよね。じゃあ、保留しましょう。お、第二次大戦後も衆議院議員を務めた。これもね、まあ、これ結構有名な話なんですけど、小崎ゆって長生きなので、ところがね、このおもね、多分受験生分かんないと思うんですよ。で、そうすると、あといは自命の成分だから、まあ、選ばないにしても、 うからおが選べないんで、すよで。そうすると、これはもうできなくていいです。で、先ほど説明した、まあ、第一五権運動の時、立憲政友会なんだから参加してねえだろうっていうふうには言うんですけど、尾崎ってね、このあと立憲政友会、離党してるんですよ、実は。何でかっていうと、 山本権兵丸一内閣が成立したときに、声優会って与党になりますよね、実はね、尾崎はそれ批判してるんですよ。なんで山本権兵、衛海軍の軍人の内閣の与党になるんだみたいな形で離党して、ですねでこのあと実は憲政官に参加してるんですよ。なので、まあ、この問題はね、ちょっと早稲田の先生ね、そりゃ無理っすよみたいな感じですよまあもちろんこの推測で、正解したっていう人はですね、まあ、ラッキーぐらいに思えばいいです。なので、できなくていいです。 キいい問題です。はい。問いの11です。河川部 G に関する文として、正しいものを1つ選んでくださいということですね。正しいものです。1つです。河川部 G は高度経済成長期ですね。で、まずは、時期ずれがないかどうか見てみるんですけど、時期ずれは基本的になさそうですね。なので、内容判断で見ていきます。あ 高度経済成長の中で、日本の歴史上初めて公害問題が大きな社会問題となった。で、こういうね、歴史上初めてみたいな。これ結構ね、強めの表現なんですよ。ってことは、こういうのはね、例外探せばいいんですよ。初めてじゃなければ、当然語分になるんですよ。で、そうすると、明治に足尾鉱毒事件ってあるんで、あもう絶対違うな、みたいな感じになるんですよ。で、この、 歴史上初めてみたいなちょっとね強めの極端な文章表現これってね結構五分のケースが多いんですよなのでこういうね強めの表現はちょっと例外を探してみて見つかれば大体五分ですから、はい、困った時はこの極端な文章表現に頼ってくださいいいです 中卒の金の卵の就職先が豊富であったため、高校進学率は高まらなかった。これはもう明確な語文ですね。高度経済成長期って進学率伸びてます。上昇してます。大学の大衆化も起こってるなんていう話はね、されていると思いますんで、これはいいと思います。選択肢のう、高度経済成長期の終盤、経済白書はもはや戦後ではないと記した。これは語文ですね。高度経済成長期の終盤、 けど、経済白書って、もはや戦後ではないと、これ記したの、1956年なんですよ。50年代です。まあ、それはそうですよね。戦後って、アジア太平洋戦争の後っていう意味ですから、その復興か、高度経済成長期の序盤に近いことは自明ですよね。高度経済成長期はいつかっていうと、1955年。 から73年ですねこれは覚えてないとダメっすね。はい。なので、いずれにせよ時期がおかしいということがわかります。終盤っていうのが誤りですね。ということですね。はい。西暦年はこっちがいりますね。高度経済成長期と。 でもちろん、このもはや戦後ではないが、1956年に書かれた、前の1955年を指したものだっていうのを知ってると楽ですけど、まあ、普通に考えてね、アジア太平洋戦争、これが1945年終わりですから、その1945年に近い方っていう形で選んでいけばいいと思うんですね。はい、選択肢の「O です。 国民の貧富の差が広まり、国民の自己意識が上流と仮想とに大きく分かれた。で、これは高度経済成長期に中流意識っていうのが広まったという、まあ、事実を知ってれば、まあ明らかに逆さまですよね。みんななんとなく同じような耐久消費財を買ってるわけですよね。で、みんなで同じようなテレビ見れたりするわけですよ。 ということで、これはまあ誤りだっていうのはすぐ分かると思います。問いの12番です。この時期の人々の生活環境の変化について述べた分、XYZ の正後の組み合わせのうち正しいものを選んでくださいと。正しいものです。XYZ の正後の組み合わせですから、まあ1個しかないでしょうということですね。で、X です。一般道路の舗装が進んだため、交通事故が増えた。交通事故が増えた。 とということは普普通に考えると自動車が普及したじゃあ高度経済成長期に自動車が普及したかどうかっていうのを考えてみると 3C まあ良さそうですね一般道路の舗装が進むまあこれもいいでしょうだって一般道路の普が舗装が進まないとね自動車っていうのは走りにくいですからまあその意味で成分だと推測はできますと。 Y。生活が豊かになったために共働き世帯が減り常に家に人がいるようになったということですね。語文ですね、これ。なんでかっていうと戦前って基本的に封建的な家制度なんですよ。で、これ教育士なんかでやるんですけど基本的に女性は家で良き妻であれ、良き母であれなんですよ。で、そうするとね 常に家に人がいるようになったって言ってるんですよ。これ、なったって変化ですよね。ってことは、今までいなかったのがいるようになったっていうと、戦前はいるんですよ、基本的には。なので、この表現自体が誤りということになります。はい。まあ、よーく落ち着いて選択肢が吟味できるかどうかっていうことですね。Z。 西洋風の火力や集合住宅が増え、開放的な作りの日本家屋が減った。これは良さそうですね。例えば多摩ニュータウンとか想定すればね、集合住宅増えますし、大体ね、西洋風の家屋が現在も一般的ですから、これは成分と判断できるでしょうということですね。題問4に行きます。問いの1です。<laughs> 指導に当てはまらないものを1つ選んでくださいということで選択肢が5つあります。 これはいいと思います。中山道ですね。これもよくある定番の問題ですね。五気七道で中山道入ってません。中山道はもう江戸時代ですから、五気七道がまあ律令制古代ってことを考えると、もう全然時期が違いますよということで、まあ、定番問題です。間違えた人はここでも絶対間違えないようにしましょう。問いの2番です。河川部 B に関する記述として、誤っているものを1つ選んでくださいと。誤っているもの。 1>, 1個です下線部 B は液性が敷かれ諸国府に向けて液路が整備されていった話は液路の話ですで選択肢の「う」液屋には液師が乗用する馬が一定数置かれておりこれを電馬といったっていうふうに書いてあるんですけどねこうですからこれは液路の話ですつまり 中央と国府を結ぶ話をしています。いいですね。で、これを電馬という。これ、こっちなんですよ。液電性の一国内の話なんです。つまり、 前半部分の話は、駅場の話をしている。なのに、後半部分で、電話の話をしているんです。これと、これを合わせて、駅伝制なんです。なので、誤りですよね。と問いの3、河川シの読み方、ひらがな3文字で、これはいいと思います。いい文字。問いの4、 空欄 A に該当するごく漢字二文字で空欄の直前に馬作ってありますからまあ斜鹿だっていうのもねいいと思うんですねはい河川部 D に関わる記述として正しいものを選んでくださいということですね正しいものです選ぶのは一つです河川部 D は何かっていうと五街道ですさあでまずじゃあ五街道ですから江戸時代ですよね 江戸時代の将軍と出来事の組み合わせ、これ時期ずれでよく江戸時代である問題なんですよ。ちょっと見てみると、選択肢のう。日光道中は元禄年間に日光東照宮の再建を機に整備された。日光と将軍の再建が元禄年間。聞いたことないんですよね。基本的に日光東照宮って家光きに整備されてますから。 日光道中が元六年間、ここが誤りですね、はい。つまり元六年間って綱吉ですよねと、五代将軍ですと。で、家光は三代ですから、時期がずれてますよということですね。はい、さあ、残りの選択肢なんですけど、「あ」が正解です。イの 中山道は江戸と佐渡とを結び、聖徳紀以降は中山道と記された。まず中山道は江戸と京都を内陸部経由で結びますので、まずも佐渡。ここはもう全然違いますね。まあ、これはもう五街道の基本的な知識でいけると思います。甲州道中は江戸と善光寺の間に45の宿を置いた。甲州道中はどこまで行くかというと、 江戸と善光寺ではないですね。下諏訪です。で、下諏訪で中仙道と交流します。ここに交流です。ただし、の国を通ります。まあ、だから甲州道中なんですよね。なので、善光寺は誤りということになります。OK。 続いて選択肢の「お」です。欧州道中は一部日光道中と重複し、北陸、出羽方面に至る道は北国路と呼ばれた。欧州道中に関するまず基,本基本知識はここです、はい。で、日光道中と重複する、これはいいですね、重複します。宇都宮までは基本的に一緒です。ですが、白川なので、出羽っていうと、 日本海側ですね、東北地方の。ところが、白河ですから、これ日本海側ではないです。福島県ですの、ね、で。それから、北陸、もう全然方向が違いますね。なので、こうなります。北陸では地方には行きませんよと。はい。で、これ、北国路っていう、まあ、これ、歴史用語なんですけど、これ、いろんなね、街道のことを指すんです。で特定できないんですけど、まあ、ここ、江戸時代の、 交通ってことと、を考えると北国街道のことと指すす。思います北陸道もね、ちなみに北国路っていうんですよ。あの五木市道のね。ですが、まあ、北国街道のことを指すと思われると、中山道のね、追い分けっていうところがあるんですよ。軽井沢のすぐ近くなんですけど、信濃追い分けっていう、今、駅がありますけど、まあ、ここから直江津、まあ、新潟ですね。で、新潟でその直江津ですね。 北陸道と合流するんで、まあ全然違うんですね。ただ、この北国路なんていう言葉は知らなくても、ちゃんと五街道の基本知識ですね。白川。で、これが、はい、場所どこですかと。陸の国。福島ですよって分かっていれば、ここから、あおかしいなと。はい。なので、こういう用語に惑わされちゃだめです。北国路とかこういう用語に。 用語に惑わされないことです、はい、まとめると選択肢は時期ずれですね。はい。絵とおとは内容判断なんですけど五街道の基本知識で解けます。なので難しい用語に惑わされずに落ち着いてしかも場所ですよねちゃんと。あ福島だから違うんだなっていうで。これは教科書に地図が出てますんで。 それを見てるかっていう大学からのメッセージです。問いの6です。空欄 B に該当する語句を漢字三字で記述しなさいということですね。ヒントは、この伊勢街道ですかね、一つは。これ、伊勢神宮に至る街道なんで、そこそこ重要です。五街道でないことは分かると思うんですけど、伊勢神宮ですから、いいですよね。重要です。それから、漢字三字って指定がありますので、まあ、この漢字指定もヒントですかね。 はい、五街道に次ぐ主要な街道を脇王冠とか脇街道と呼ぶっていうのは、そうですね、まあ、総慶だったらできてほしいところですね、総慶は交通の歴史って結構何度か出してるんですよで、この江戸時代の交通って結構、早稲田では品質分野なので、できておきたいところですね。はい、続いて問いの7です、空欄 C に該当する語句を漢字用字で記述しなさいということなんですけど、文章を読んでみるとこうです。三菱会社と なんちゃら会社が合併して設立された、まず日本郵船というあ、海運業か。で、そうなると、その前身となった会社2つのうち、三菱はありますんで、非三菱系を入れればいいですね。で、そうなると、答えは共同運輸会社なので、会社が空欄出てますんで、共同運輸ですね、まあ。漢字四字って指定がありますんで、まあ大丈夫だと思いますけど。 もともと政府は三菱を海運業では支援して、正、ま、商、あ、という感じになっていたんですけど、明治14年の政変で大隈重信がゲアしますよね。で、三菱って大隈重信との結びつきが強くて、政府の保護を受けていたので、その明治14年の政変以降ですね、非、まあ、三菱系の共同運輸会社っていうのが出てくるわけですよ。で、そうすると、三菱としてはライバルが出てきたんで、まあ、 値段下げるんで、すすねで激しい競争を展開するんですよでそうすると、このね、海運業、運輸会社って、造船業もやってるんですよ。まあ、それはそうですよね、作った船で運ぶみたいなところがあるんで、でこれ、両方とも造船できなくなっちゃうと困るんですよ。なんでかっていうと、海軍が軍拡やっぱしたいので、だからこの海軍がすごいね、それを懸念して、仲裁に入るんですよ。 で両者が合併して、日本優先会社が成立したっていう、まあ、海運業の歴史、近代のね、きちんと分かってるかどうかっていうのを問う問題です。続いて問いの8、空欄 D に該当する語句を漢字5字で記述する。これはいいかな、鉄道がテーマで、空欄直後に主要幹線の民営鉄道17社買収ってありますので、まあ、鉄道国有法ですね。まあ、さらにヒントは、この西恩寺金持ち丸一内閣っていう、まあ、ここら辺から。 これはまあ特定できないと困りますかね。はい。問いの9です。河川部の経営戦略を着想実施した人物を選んでくださいということですね。河川部 E は沿線で住宅開発を行うと。で、行楽地や娯楽施設を置くという経営戦略です。で、これの前にですね、こういうふうにあるんですよ。で、 この阪神急行電鉄って、これ略すと阪急なんですよ。で、そうすると、阪急の経営者選べばいいってことになりますから、小林一同ですね。で、都市大衆文化です、大正期の。小林一同ってね、近年結構これ、入試で出てるんですよ、次第で。最近のちょっと入試のトレンドの一つでもあります。で、この人の、このね、 沿線で住宅開発を行う、まあ、沿線に人が住んでくれないと私鉄乗ってくれないですから、まあ、まず住宅開発します。でそれからねこの小林一同って行楽地娯楽施設作るんですよ。例えばこの娯楽施設の代表的な例が宝塚少女歌劇団ですね。今の宝塚です。はい、でこういういにですね 私鉄の沿線に、例えばこの行楽施設とか娯楽施設とかを送って、現在も一般的に行いますよね。例えば野球場を置いてみたりとか、わかります例えば動物園を置いてみたりとかね、関東の人だったらわかると思うんですけど、東部動物園とか、あとは西部だったらね、所沢の球場ですよね。っていうところの、実はモデルになっているのが小林一郎なんですよ。で、これ実は現在に至るまでね、私鉄系の、まあ、基礎。 なってるんでこういう現在とやっぱり関わりのある人物って入試では取り上げられやすいですからこの小林一蔵ね押さえておいてくださいちなみにターミナルデパートとか百貨店とかの経営もやってますねだからその意味で沿線のま何、あ、て言うんでしょう開発を進めて充実させることによって乗客を増やそうこれが小林一三の戦略っていうことになります問いの10です 河川部 F の時期における出来事として、誤っているものを選んでくださいということですね。誤っているものです。一つですね。はい。で、河川部 F は、こういうふうにあります。昭和30年代から40年代。なので、これはまず西暦にちょっと分かりやすく変換してみると、こうなりますね。まあ、1945年が昭和20年っていうところから換算してください。 いいですよね、まあ厳密に言うと55年ですけどだいたい50年代から60年代ですからまあ高度経済成長期ですね。はい。で選択肢の O です。カラーテレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫の3種の神器。これはおかしいですね。3種の神器が1950年代の後半だけどカラーテレビは60年代。 特に東京オリンピック以降を普及していくので、まあ、時期が誤りということでこれを白黒に直せば正解になりますねはい問いの11です河川部 G 以後に起こった出来事を選ぶということですね河川部 G は東海道新幹線の開通ですでまずこれは東京オリンピックに合わせた出来事なんで1964年 で、内閣でいうと、池田隼人内閣です。なので、まあ、それよりも後っていうことですね。だから、まあ、1965年以降。で、もしくは、池田隼人内閣って、東京オリンピック閉会式の後に、病気で退陣してるんですよ。で、これも分かると思うんですよ。1965年の日韓基本条約って、 佐藤栄作ですよね。ってことは、1964だったら、まあ、基本池田かな、みたいな感じですよ。まあ、厳密に言うと、64年の10月までで、11月から佐藤が首相になってるんですけど、で、まず、こういうふうに、年代と内閣をちゃんとセットにしといて、選択肢を見るとね、佐藤栄作内閣以降の出来事を選べば、 大阪万博っていうのが、これはもう佐藤栄作内閣の1970年ですから、これはまあできると思うんですね、正解とわかりますと。で、基本は誤りを見つけなきゃいけないので、じゃあ、他の選択肢っていうのを吟味してみると、まず、右の第五福竜丸事件は、これ、吉田茂内閣なんですよ。 丸子内閣ですけど、丸、ま、子、あ、内閣とか厳密に覚える必要ないんで、2から5みたいな、1回目じゃないなっていうふうに分かってくれればいいです。そうすると、まあ、これ時期としては前になりますから違うなと。で、えの、民主社会党ですね、民社党とかって言いますけど、これ安保闘争の時なんで、安保闘争ですから、もう当然岸ってことになります。だから池田より前なんで違うなと。で、農業基本法、これ池田なんで、 これ違いますよねと。で、あの、中小企業基本法ですけど、多分これね、受験生分かんないです。あは判断できない。だから、保留しますと。で、そうすると、あが保留で、うとえとおがま違う。で、大阪万博と中小企業基本法っていうよく分かんないの考えたときに、まあ、普通はよく分かんない方は選ばないですから。 っていう形で答えにたどり着いてくれればいいかなと思います。